どうもこんにちは皆さん、こんにゃくじゃないやつです。今回は星10号ソロでやります。携帯が重い状況ですがね。やらないとは思ったんですけど気が向いたのでやります。キャラは刹那です。ポイントとしてはまず第一に剣道武者にスキルを使うときに十分に注意することです。それは後で解説します。まあ解説というよりは実際に食らったのでそれを見せます。第2はデュラハンの処理ですがこれは特に難しくはないですが突進に当たらないように気をつけましょう。最後はルーヌアーマーですがために入ったら逃げましょう。刹那の場合1、2発くらいは耐え抜きますが普通に食らうと式神付きでも死にます。それで破壊しです。最初はちゃんと準備をしてからじゃないと普通に死ねます。準備完了です。周りにいる兵士たちは囲まれて詰まないように吹き飛ばすのがいいでしょう。刹那の場合は気にしなくていいです。ちなみにティナはというとデュラハンについては問題ないですが剣道武者で時間がかかり、ミスると死んじゃうのであんまり使ったことないです。ティナちゃんは普通に強いんですのでここはティナとセツナがいれば速攻クリアもいけると思います。デュラハンは昼見やすいのでパターンに入ると楽々勝です。ちなみにバリアがない時に SP を貯める時はこいつの近接攻撃に注意が必要です。バリアがあっても注意はしといた方がいいですけどね。ここの剣道バカは特に問題ないです。この場所は幅が広いので操作系の攻撃ならいける技です。状態異常になると楽勝です。刹那の場合暗黙の後燃焼にかけやすいのであっちから強化攻撃は来なくなります。ここはこの三兄弟とデュラ兄さんです。一匹のデュラハンですので初回ウェーブよりはるかに楽です。私みたいに進みすぎるともうワンウェーブ来てしまうので慣れてない人はおびき寄せるに限ります。ちなみに奥で剣道武者が待っていますがここの剣道バカもどうってことないです。ほら、簡単でしょう？ですが次に出てくる剣道バカはどうしてなのか燃焼になってくれないんですね。この時のみなのかは知りませんが2発くらいました。暗黙にして、なぜか状態異常回復されて、このありさま。食らったら逃げて安全地帯で式神回復するのが一番です。ここの剣道バカはきっと状態異常回復がついているのでしょう。でもなぜかスキルを打ってないと状態異常のままなんですね。意味がわからないので先に進みますね。でも通してくれなさそうなので危険ですが奥の手を使います。位置を見て。
やったぜ。あいつは無視してもクリアできるので無理だと思ったら逃げてください。あの剣道バカ一人よりこっちのウェーブのが簡単です。あの剣道バカは弱っていたので勝手に巻き添えになりましたとさ。とりあえずもうここからは剣道バカは出てこないので第一関門突破です。ここはあの11島から出てくる魔獣をしおきテイマーが出てきます。燃やして殺そうおしおきテイマー。おしおきの、鞭で魔獣を、操ってる。それではここは簡単なので次に急ぎましょう。ぶっちゃけここは強敵は出てこないです。初見だと剣道バカにビクビクしちゃうかもですがね、あれは1ステージで終わりなのでご安心を。ここからはスキル使い放題、スキル使い放題ですよ皆さん。使い放題1回300円。なんとお得？さあそこの美人のお姉さん買った買った、イケメンのお兄さんもお買い得でっせ。まあ私は買いませんけどね。ここもさっきと同じでスキル打てば勝てます。気をつけるところはあのでかいやつですかね。あいつの殴りは痛かったりします。あとは狙撃手に撃ち抜かれないようにじっとしないことですかね。このジャンプハラアタックは食らうとえらいダメージが入るけど攻撃速度遅いから避けちゃいましょう。まあ私はスキル回避してますけどね。さっきから私戦闘中フリップ回避あまりしてないでしょ？重くてできないんですよ。しようとしてます。できないんです。なのでスキル回避を熟練しました。何度あの腹番食らったことか。状態異常バリアはここから重要です。あと攻撃力と速度も上げときますね。冒険家の皆さん、ここからが本番の中の本番です。気を抜いたら許しまへんで。私についてこーい。ルーンアーマーが溜め込んでないので先にデュラハン倒そうね。ルーンアーマーが溜め込んだらデュラハンとか気にせずにマップの端っこまで走ってね。角に追い込まれる心配はないです。あいつは溜め込む時に飛びますからね。だけどデュラハンに挟まれたら罪です。転んで即死回避をするのを祈ってください。シットロボはまだ後ろでのんびりこっちを眺めてますね。シットロボよ。雪にゃんを舐めるとどうなるか。その身に叩きつけてやるぜ。馬を倒すとこのケルベロ兄弟が出てきます。無視してもいいですけど余裕があるので叩きます。チップ。一旦退避だ。と言ってる間にやみましたね。さあ、1対1まで追い込んだぜ変態ロボよ。あ。この状態になったら何が何でも逃げてくださいね。
あいつ、頭いいんじゃね？反撃。カメラロールも忘れないようにしないとね。またかよ、投げーよ。にゃん。2発くらいどうってことないぜ。汚な変態ロボ、カウンター行くぜ。セスニャンパワーを舐めるんじゃないぞ。かかったな、バカめ。こうなればこっちのやりたい放題。当たらなきゃどうということはないんです。ちっち、一旦引くぞ。ここで決める。歯を食いしばれ変態ロボ。これはフランちゃんの分、これは私の分、これはノアちゃんの分だ。勝ったぜ。ふっふっふ。俺を舐めたら大怪我するぜ。大怪我というか死ぬぜ。セツニャンかわいいです。これからもよろしくね。どうでしたでしょうか。まだまだこれからも難しいクエストは来るとは思いますが、共に頑張っていきましょうね。それではご視聴ありがとうございました。